今年も残すところあと 232&231 日になりました。南です。マヤミではありません。えー、バイオリズム発動ということでそういうことになってます。俺は絶対に謝らねえぜ。俺の都合でやってんだ。期待したお前らが悪いんだぞ という、ね、こと言ってみるんですかあのち、ー、連日立て込んでましてなうみたいな感じなんですけどあのー、ですね 人間はですね、人間はというか、私はというか、なんというか、やっぱり、こう、思いを伝えるために生まれてきたと思うんです。美しさだったり、好きとかだったり、嫌いでもいいし、なんかいろんな思いを、 伝える感じきって伝えきるために生まれてきたんだなと日々思うんです思いを本当の思いを伝えたことってありますか私はあります私はもう毎回それですけど本当の思いを伝えるときってマジで震えるんですよ手も 体も心ももう全部声もでもそれを伝えることはやっぱり幸せだなって思うんですなんかこう伝えない人生より絶対伝えた方が 私は幸せだと思いますっていうか幸せだと思いますうんそして本当の本当の歌を聞いた時本当の歌を聞いた時人間はというかなんか全てがなくなります 壊れるっていうかバンってなる本当の歌を聴いた時本当の歌は何かというとどうやったら売れるとかどうやったら受けるとかそういうことじゃなくて本当にただ 歌いたくて叫びたくて歌うっていう歌が私は本当の歌だと思うんですそこには純粋なものしかなくて踊りもそうだしそれこそ岡本太郎の絵もそうだし芸術家たちは誰もいわゆる売れ線ですよ気にしてないです みんんなやっぱり死んでからガショウが買いに来るピカソはちょっと違うけどやっぱり死んでから買いに来るんですよ死があることによってその絵に付加価値が出るんですよねモディリアーニとかもそうなんですけどあの絵は本当に売れなかったんです当時は売れなくてでモディリアーニが死んでから死んだ日に画商が買いに来たんですたくさん でも私はやっぱりそれこそがなんかそれが希望なんですよね生きるそれが本当の泥臭さだと思うんですお金とかじゃなくてお金を糾弾してるわけではなくて でも本当はそれなんです絶対にそんなことを思います私はそれが伝えたかったですじゃあおやすみ